ソロキャンプ用にリュック買っちゃいました。おきれい。入るの？入んないもん、荷物になっちゃうだろう。荷造りします。ハップテント、ここに行ける、ここに行けた。チェア、ソロ用焚き火台、薪割りには必須。私はナイフじゃなくてナタを持ってくよ。入る入る。内側からのチャックない、捕まんないかな。ちょっと怖いので両側じゃ。ダイソーメスティン、スノーピークのお皿やら鍋やら一式、あったかいお茶飲みたいのでやかん、料理はこれ、ホットサンドメーカー、焚き火の炭用、それらしくなってきた。チャッカマンと便利なこれ、これがあれば料理も食事もできる。素で、これを持っていくのだ。枕にもなりそう。マシュマロ用にこれを持ってく。調味料、私はオリーブオイル、塩コショウ、万能焼肉のタレがあれば十分です。グッデ、このカップも一応持ってこい。入った、かわいいね。これは着ていくもの、寒かった時用の短パンと T シャツだけ入れとこう。よし、いい感じ。寝る時のマットとシュラフは手持ち。一回装備してみます。ねえ、こんだけ高さがある。あ、勢いで行っちゃったよ。マシュマロが参考になってない。いけたいけた。よし、こんな感じです。これはどこの、なんだ、上か、ちょっとわかんないけど、まあ後でやってみる。どうですか、大きさ。よし、どうでしょうか。これで9月はキャンプに行くぞー。おー、楽しみー。